みんな、またね。あいつ、結局連れて行かれちまったんだぞ。気分悪い。この学園って、感じ悪くないと寮長になれない決まりとかあるわけ？他寮の寮長に喧嘩売っちまうなんて。ローズハート寮長の耳に入ったら首をはねられるかもしれないな。あんな大会なくなっちゃえばいいのに。ボーカル&ダンスチャンピオンシップか。ふん、なるほど。全ての動きがドタバタしてて見苦しい。美しさが欠片も感じられない。100点満点中5点。腹が立つんだぞ。絶対にオーディションで華麗なダンスと歌を見せつけて代表選手になってください、グリム様って。言わせてやるんだぞ。おーや、でリュース、お前もオーディション受けるってどういう心境の変化？僕だってああまで言われちゃ腹が立つ。それにちょっとあいつのことが気になって。あいつってエペルのこと？ああ、自分からボーカル&ダンスチャンピオンシップに参加希望しているようには見えなかった。あいつ、僕とぶつかった時泣いてたんだ。嫌なのに無理やりやらされているんだとしたら、優等生として無視はできない。自分で優等生って名乗っちゃってるとこが優等生じゃないとは思うけど、確かにエペルって見るからに気が弱そうだし、しぶしぶ練習してんならかわいそうかもね。だったら俺らがエペルよりかっこいいパフォーマンス見せて、オーディションであいつを落とせばよくね？真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃないだろ。やる気ねえってんならその席俺らがもらおうぜ。よーし、じゃあまずはダンスの特訓から始めるんだぞ。音楽かけろ。
ス、お前簡単なステップもまともに踏めてねえじゃん。な、しょうがねえだろ、ダンスなんかやったことねえんだから。うん、手と足が同時に出ちまうんだぞ。の、お前らもダンスか、俺たちも混ぜてくれよ。ほな、スカラビアのギクシャクコンビ。変なコンビ名をつけるな。それに別にギクシャクはしてない。もしかしてカリム先輩とジャミル先輩も VDC のオーディション受けるんすか。の、だってでかい祭りなんだろ、せっかくなら踊りたいじゃないか。俺もジャミルもダンスと歌は得意だしな。あジャミル、俺は目立つことはあまりしたくないんだがな。しかし後ろから見てたけど、お前ら本当にヘッタクソだな。ゾウが二本足でドスドス慌ててるみたいだったぜ。踊りだけでおぼつかないのに本番じゃ歌わないといけないだろ、大丈夫か。悪気がない分逆に刺さる。そうだ、ジャミル先輩、前にバスケ部でフロイド先輩にダンスを教えてたことありますよね。確かダンスが趣味なんでしょ。俺らにもダンスのコツ教えてくださいよ。おお、いいぜ、ジャミルのコーチなら間違いない。なんでお前が返事をするんだ。まあ誰かに教えるのは自分の復讐にもなるし、いいだろう。素人ならまずはアイソレーションからだな。足を肩幅に開いて。デュース、もう少し肩の力を抜け。首と肩が一緒に動いてると全体がぎこちなく見えるぞ。肩と首を別々に動かすなんてどうやって。考えてるうちに音に置いていかれる。ダンスは頭で理屈を考えても無駄だ。リズムに乗って体で覚えるしかない。おっと、もう午後の授業が始まるな。ダンスの練習はここまでにしよう。え？もう？踊ってると時間があっという間だな。バイバー先輩、アジーム先輩、特訓あざした。さすがジャミル先輩、教え慣れてるっつーか、なんつーか。たった何十分かでデュースたちも少しは踊れるようになってきたじゃん。リズム感はともかく運動神経は悪くない。練習を重ねれば問題なく踊れるようになるんじゃないか。おっす、あざす。グリムは上達したかどうかの判断に困るが、キレはあると思う。多分。踊るのって結構楽しいんだぞ。明日はもっとキレキレのダンスを見せてやる。だが踊りだけに夢中になっていると歌の方がおろそかになる。どちらもバランスよくレッスンをしていかないとな。そうだった、まだまだ課題が山積みだな。なあお前たち、明日からも一緒に練習しないか。ジャミルは歌もうまいからさ、見てもらえよ。な、お前はまた勝手に。
いいじゃねえか。歌と踊りと宴は人数が多い方が楽しいだろ。よろしくお願いします。なあ、一緒に頑張ろうな。たく、調子のいい奴らだ。まあいいだろう。ただし、優しい教え方は期待するなよ。余裕でしょ。スパルタにはうちの寮長で慣れてるし。ビシバシお願いします。それじゃあ、引き上げる前に使ったフロアの整備だ。倉庫からモップを取ってこい。はい。カリム、お前はしなくていい。ああ、よかった。ここにいらしたんですね、ジャミルさん。ああ、よかった。ここにいらしたんですね、ジャミルさん。アズール、何の用だ。クラスメート相手にそんな嫌そうな顔しなくてもいいでしょう。ジャミルさん、日直ですよね。午後の魔法師が自習になるそうです。職員室まで課題プリントを取りに来てほしいと、トレイン先生が。わかった、すぐ行く。そういえばジャミルのやつ、アズールに本音ぶちまけ裏実況を全世界に放映されちまったんだっけ。嫌ですね。あんなのもう言い逃れできないと思わせるためのハッタリに決まっているじゃないですか。なっ、クラスメートを社会的に終わらせるような真似を慈悲深い僕がするとでも。いや、お前ならやるだろ。慈悲深いやつはあんなひでえ嘘つかねえんだぞ。本当にあの日はジェイドとスマホで通話していただけです。僕はレオナさんと違って必要以上に相手をいたぶって楽しむ趣味はありませんから。せっかく手に入れた秘密です。自ら価値を暴落させるような真似はしませんよ。はあ、どの口が。でもそうだな、悔しいが、アズールの慈悲のおかげで俺の親もアジーム家も、俺がオーバーブロットした本当の理由は知らないままだ。寮生たちは。カリム寮長、なぜですか。副寮長をジャミルから変える気はないって。あいつは寮長のことも僕たちのこともずっと騙してたんですよ。また何か企むかもしれない。罷免すべきだ。お前たち、俺のこと心配してくれてるのか。ありがとな。でも今回の件はあいつだけが悪いわけじゃない。俺にも問題はあった。それにさ、スカラビアで今まで一度もジャミルに世話になってない奴はいないだろ。
確かに困ったことがあれば相談はしていましたが。だろ？あいつは優秀な副寮長だった。寮長の俺よりもずっと。一時悪い考えに支配されちまっただけで、あいつはできるやつだ。お前たちを利用して俺を追い出そうとしてたのは確かだけど、俺はホリデーの事件があるまで一度だってジャミルに傷つけられたことなんかない。もっとひでえこといくらでもできたはずなんだ。でもあいつはやらなかった。17年間一度も。だからっていいやつだとは言わないけどさ。寮長。うまく言えなくてもどかしいんだが、もう少しだけ俺たちに時間をくれないか。寮長がそう言うなら。その後もつかず離れず適当にやっている。スカラビア寮生は遠望診療がモットー。どいつもこいつも結論を急ぐのは避けて、誰につくのが得か注意深く動向を伺ってるんだろうさ。俺やカリムも含めてな。実にスカラビアらしい。皆さんとんでもなく面の皮が厚くていらっしゃる。あんなことがあったのによく一緒にダンスなど踊れるものだ。何とでも言え。俺の場合オーバーブロッドの件で寮内外からの評価が地に落ちてるからな。スカラビア内外での地位向上のためにしばらくはおとなしくカリムに従っておくつもりだよ。と寮生たちは虎視眈々とあなたの席を狙っているんでしょうね。性格の不一致さえなければカリムさんは使えるのにこれ以上ない魅力的な主だ。いずれ彼が継承するであろう数々の財宝、それは現代社会において魔法よりもよほど万能に近いパワーを持っていますから。ホリデーの計画は俺にとって一世一代の勝負だったし、失敗して人生全部ダメになったと思った。でも結局そんなに変わっていない。ありがたいことにな。カリムに解雇されない限りは俺は従者の席に居座り続ける。せいぜい俺の有能な働きぶりを周りの奴らに見せつけ続けてやるさ。カリムにも寮生にも両親にもアジーム家にもお前らにもな。ジャミル、おめえホリデー前と後でキャラが変わりすぎなんだぞ。そうでなくてはね。カリムさんに解雇されたらいつでもオクタビネルへどうぞ。ジャミルさんほど有能な方なら大歓迎だ。それはどうも。
何があってもオクタビネルにだけは絶対に転領しないけどな。おい、お前ら、もうそろそろ行かないと午後の授業遅れるぜ。カリムさんにせかされるとは。ですが、確かにその通りですね。アズールなんかと話している場合じゃなかった。早く課題のプリントを取りに行かないと。げっ、俺ら次の移動教室西校舎で遠いじゃん。急ぐぞ監督生グリム。お前ら待つんだぞ。昼休み、体育館でオーディション課題曲のレッスンするやつら増えてきたね。みんな優勝賞金を狙ってんのか？ツナ缶は渡さねえんだぞ。賞金よりもこれを機にプロデビューを狙う生徒の方が多いんじゃないか？プロか。言われてみると、どいつもこいつも身のこなしがこなれている気がするな。そう身構えなくても、君たちも歌いながらのパフォーマンスが様になってきてる。最初の頃の慌てた像に比べればだいぶマシだ。うんうん、歌声の伸びも良くなったし、音も外さなくなった。真面目にボイストレーニングを頑張ったおかげだな。偉いぞ、お前たち。よし、じゃあ今日は一曲最後まで通してみるか。はい。
っしゃ、一回もとちらずに踊り切れたぞ。途中で歌詞も飛ばなかった。にゃー、俺様も一回も尻尾を踏んづけなかったんだぞ。さすがジャミル先輩、物覚え悪い奴らがこの短期間でパフォーマンスをものにできるなんて。だろだろ、ジャミルの教え方すげえわかりやすいよな。俺も昔から世話になってんだ。俺の話はいいから、これで一通りの基礎は教えられたはずだ。あとは各自で練習してオーディションに挑んでくれ。当日はライバルってことになるな。でもお前たちの健闘祈ってるぜ。まあ負ける気はしないけどな。先輩たち余裕じゃないっすか。ま、俺も落ちる気ないんで。うっとりする歌声とキレキレのダンスで審査員を魅了してやるんだぞ。バイパー先輩、アジーム先輩、世話になりました。おっす。そうだ、君たちもうオーディション参加の申し込みはしたのか。え、なんだそれ。やれやれ、君たちもうっかりしていそうなタイプだし、もしやと思っていたが、確認しておいて正解だった。なっはっは、さすがはジャミル、よくそんなこと気づくよな。日頃からどこかの誰かさんのおかげで慣れっこだからな。 VDC のオーディションには事前に申し込みが必要だ。3年 A 組のルーク・ハント先輩が受け付けている。ああ、そういえばポスターにそんなこと書いてあったっけ。オーディション前日が申し込み期限のはずだ。忘れないうちに済ませておけよ。はい、ありがとうございます。ルーク先輩は金髪のおかっぱ頭に帽子がトレードマークだ。まあきっと会えばすぐわかるさ。3年 A 組、ハント先輩の教室はここか。上級生の教室に来るのって少し緊張するよな。しかも他寮の上級生とかあんま交流ないしね。ハーツラビルの先輩探して呼んでもらおっか。ん？待てよ、あそこにいるのは。はーい、レオナ、ちょっとこっち来るんだぞ。ああ、げ、グリム、よりによってそこ呼んじゃう。おい、仮にもサバナクローの寮長だぞ。だって俺様、この教室で顔見知りなんてあいつしかいねえんだぞ。この俺を顎で使おうとはいい度胸だな。用があるならてめえが来いよ。ここまで10メートルもねえんだぞ。まったくしょうがねえな。僕はたまにグリムのことをすげえやつだと思うことがある。俺もで、何のようだ草食動物とも。くだらねえことなら開きにすんぞ。ルーク・ハントってやつに会いてえんだ。紹介してくれよ。はあ？あの変人を紹介しろだ。ああ、
俺様たちボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディション申し込みに来たんだぞ。セプレ、素晴らしい。新たな挑戦者を心から歓迎するよ。びっくりした。急に後ろから出てきた。驚かせてしまったかな。パードン。足音を消して近づいてしまうのは昔からの癖でね。私はルーク・ハント。美を求め、美を助くことを人生のテーマとするルシャ・ソウ・ドゥア・ムールさん、どうぞお見知りおきを。チン、出たな返事。ごきげんよう、ロア・ドゥ・レオン。おや、昼休みだというのにムシュー・タンポポはどうしたんだい。四六時中一緒にいるわけねえだろ。さっさとその草食動物どもを連れてどこかへ移ろう。ムシュー・タンポポって。ロア・ドゥ・レオンの腹心ラギー君のことさ。なんでタンポポなんだぞ。頭が黄色くてパッと広がってるから。ノンノン、そんな理由じゃない。あれは去年の春、うららかな春の息吹を学び屋のそこかしこに感じ始めた頃のこと。よしよし、だいぶ集まったっすね。綿毛になっちまう前に積んじまわないと。ボンジュール、ムシュー。なんすかあんた。これは失礼。私はポムフィオーレのルーク・ハント。君が興味深い動きをしていたものだからつい声をかけてしまった。興味深いって、タンポポ積んでただけっすけど。一心不乱に両手いっぱいタンポポを集めてどうするんだい。決まってんじゃないっすか、食うんすよ。え？タンポポはサラダにしてよし、炒めてよし、お茶にしてよし。何よりどこにでもいっぱい生えてて、ただで手に入る。俺みたいな貧乏人にはありがたい雑草なんすよ。ま、あんたみたいなお坊ちゃまには関係ない話でしょうけど、今月食費が厳しいから腹の足しにしようと思って。そんなわけで俺は遊んでるわけじゃないんす。さっさとどっか消えてください。ということがあってね。それ以来、道端のタンポポすらも命の糧としている彼に敬意を表して、ムシュータンポポと呼んでいるんだ。ラギー先輩、タンポポ食ってたの？つかそれ敬意じゃなくね？あいつ本当に腐ってなきゃ何でもいいのか。まさか俺にも食わせてねえだろうな。のんのん、毒じゃないんだ。好き嫌いは良くないよ、ロア・ドゥ・レオン。タンポポってうめえのか。今度俺様も食ってみるんだぞ。だから
拾い食いするのはやめろって何度も言ってるだろう。はっ、ルーク先輩のペースに流されてたけど、そんなことよりオーディションの話。そうだった、ハンタ先輩、僕たち VDC のオーディションに申し込みをしたいんですが。おっと失礼、話が脱線するのは私の悪い癖だ。君たちはハーツラビル所属、1-A25 番人族の全長172cm エース・トラッポラ君と、同じく1-A24 番人族全長 173cm のデュース・スペード君、そしてオンボロ領所属の人族監督生君と、体長約 70cm の魔物グリム君だね。え？どうして僕たちのクラスと出席番号？それどころか、なんで身長まで？狩人として学園の生徒の種族と全長くらいは把握しておかないとね。いざという時に困るだろ。意思表明さえしてくれれば、特に申し込み書類などは必要ないよ。3日後の放課後、ポムフィオーレのボールルームでオーディションを行う。忘れずに来てくれたまえ。はい、はい、おい、いつまで俺の席の周りでうろちょろする気だ。さっさと散れ。そうだレオナ君、君も VDC のオーディションに出場してみないかい？身体能力は申し分なし、君の体格ならきっとダンスも映えるはずさ。よく響く声も素晴らしい。獅子が歌う姿は夕焼けの草原でも見かけたことがないけれど、きっと迫力があるに違いないね。そんなお遊戯会誰が出るか。しかもあの口うるせえビルがいるんだろう。絶対にお断りだ。都会的な美を持つビルと野生的な美を持つレオナ君、二人が共に歌い踊る様はさぞ美しいだろう。趣が異なる美の共演、実にトレビアンだね。本当に他人の話を聞く気がみじんもねえな、こいつ。ふなー、オーディションを受けるやつたくさんいるんだぞ。50人はいそうだね。緊張して覚えた箇所忘れそうなんだが。いや、お前上がりすぎでしょ。あれ？エイリウスコンビにオンボル領コンビ、みんなも VDC のオーディション受けに来たの？ケイト、おめえもなんだぞ。
せっかくうちの学校で VDC が開かれるし、今年はビル君も出るらしいからさ。マジカメフォロワー数500万人超えのセレブと一緒に大会に出れたら記念になりそうじゃん。デュースは気負いすぎだけど、先輩は先輩で気軽な理由すぎ。結構みんなそんな感じだと思うけど、だってほら見てみなよ。歌はあんま得意じゃねえけど、ダンスならなんとかなるっしょ。賞金500万マドルの山分け絶対いただいてやるっすよ。あいつは分かりやすく賞金目当てなんだぞ。おお、ケイト、お主も来ておったか。わあ！良き反応じゃ。ハーツラビル寮生はいつも元気じゃな。もうリリアちゃん、それびっくりするからやめてよ。いかにも。神出鬼没のお届け人ことリリア・ヴァン・ルージュじゃ。そういえば、ホリデーに差出人がわからないホリデーカードをもらったって言ってたな。あれ、こいつが差出人じゃねえのか。カードに書いてあったイニシャルとわしの名前では頭文字が違うであろう。差出人が誰かはそう遠からずわかることよ。リリアちゃんも VDC のオーディション受けるの？うん、わしは軽音部に所属しとるし、音楽発表会と名がついとるなら参加せねばなるまい。マレウスも誘ってみたんじゃが、人間の見せ物になるのは嫌だと断られてしもうと。あやつ、ああ見えてシャイだからの。それシャイとはちょっと違う気がするけど、あのマレウス君をオーディションに誘うなんて、リリアちゃんってば勇気ある。せっかくの学生らしい催し、あやつも一度くらいはチャレンジしてみればよいと思ったんだがな。お主こそ相棒のトレイは誘わなかったのか。誘ってみたけど振られちゃった。総合文化祭運営委員長のリドル君のお手伝いで忙しいってさ。なるほどな。トリマ、相棒に振られた者同士、オーディション受ける記念に1枚取っとこ。よいぞ。おれそこの一年坊も入るがよい。え、僕たちもですか。俺様たち別に振られてねえんだぞ。いいのいいの、こういうのはノリだから。イエーイイエーイじゃ。ハッシュタグ NRCVDC オーディション絶対受かるぞ、フラレボーイズ。はい、アップ完了っと。ディアソムニアって噂のマレウス先輩もいるし、なんか近寄りがたいイメージがあるんすけど、この人はいつもフレンドリーっすね。
やだな。うちの寮だって俺やエースちゃんとリドル君は全然タイプが違うでしょ。言われてみれば確かに。ローズハート寮長はすげえ怖…いえ、規律正しいですもんね。だったら闇の鏡の言う寮にふさわしい魂の資質って一体何なんだろうな。考えの違うものが共に生活するからこそ新たな学びがあるというものよ。現にほれ、目立つのが嫌いでおとなしい者揃いと言われておるイグニハイドだが、かの寮生もこのオーディションを受けるようだぞ。あ、あの子、イデア君の弟君だ。一人でいるの珍しいな。弟って小学生くらいに見えるけど、つかスーパーヒーローのスーツみたいなすごい服。そっか、エースちゃんたちは1年生だから知らないよね。イグニハイド寮長のイデア・シュラウド君は弟のオルトちゃん同伴で入学してきたんだよ。俺は3年になって初めてイデア君と同じクラスになったから詳しい事情は知らないけど、授業もほとんど2人一緒に受けてるし、それについて先生たちも特に突っ込まないんだよね。いくら兄弟仲が良くても普通学校にまで連れてくるか。イデアってやつとんでもねえブラゴンなんだぞ。兄さんの悪口言わないで。わっこの学園、耳がいいやつ多すぎね。このガヤガヤした室内で10メートル以上は離れてたのに。兄さんが僕につけてくれた集音マイクは人間のささやき声を50メートル先でも拾えるんだ。ほう、それはすごいな。妖精族や獣人族でもそんなに耳が良いやつはなかなかおらん。でしょう。兄さんはすごいんだ。5本。それに兄さんは僕と一緒に授業に出てもいいって許可をちゃんと学園長にもらってるんだから。別に一人が寂しくて僕を学園に連れてきたわけじゃないよ。そうなんだ。ごめんごめん。シュラウド兄弟は学園七不思議的なミステリアスさがあるからつい盛り上がっちゃって。分かってくれればいいんだ。僕もムキになっちゃってごめんなさい。兄さんを誤解してほしくなくて。ところで、オルトちゃんも VDC のオーディション受けに来たの？そうなんだ。兄さんがね。
寮長会議でリドル氏に研究発表の練習しますなんて言ったけど、何万回脳内シミュレーションしても人前でハキハキ研究発表するなんて絶対無理ゲー。でもリドル氏にうぎられるのは避けたい。なんとかせねばと考えた結果、拙者は自分の声から音声ライブラリを作成し、ついにタイピングに合わせてリアルタイムで自然に文章を読み上げるプログラムを完成させた。自分の声とは思えないほどの良滑舌、合成音声とは思えないほどあまりに流暢。オルト、どう？控えめに言って最高では。今喋ってる僕の声が読み上げソフトだなんて絶対に誰も気づかないだろ。すごいアミンさん、とってもハキハキしてるね。でしょ。いや、実は拙者めっちゃいい声しとるな。これなら質疑応答もスムーズに答えられる。ふひひ。やはり科学技術は根性論に勝利するのだ。天才でどうもすみませんね、ほんと。うん、きっとリドルローズハートさんもびっくりするね。ダメダメ、研究発表が終わるまで絶対にリドル氏には内緒にして。このからくりに気づかず、先輩も頑張ればできるじゃありませんかとかドヤ顔で言ってきたら、口パクに気づかなかったんでござるか。これだから素人はって指さしてプギャーする予定だから。もう兄さんたら、あんまり後輩に意地悪しちゃダメだよ。いいのいいの。リドル氏は学年は一つ下だけど、寮長歴はあっちの方が長いし、先輩みたいなもんでしょ。しかし、真剣に取り組んでみると、合成音声の世界は実に奥が深い。最近バーチャルアイドルとか流行ってるし、ボーカルシンセサイザー機能をオルトに搭載してみようかな。僕、歌ってみたいな。よーし、兄ちゃんに任せなさい。というわけで、兄さんがボーカルシンセサイザー作りにハマっちゃって、こだわり抜いて開発したからにはどこまで通用するのかチャレンジしようってことで、このオーディションを受けることにしたんだ。歌声をプログラムで作るなんて、そんなあり？